はい、こんにちは。ワーチャンネル前原です。はい、今日もですね、虫キング研究所で、今回はですね、通り研究員大臣くんのバトルをやりたいなと思います。はい。はい、じゃあ、お願いします、うん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2人でモードを選んでください。モード決定です。まずはワンピーのバトルの準備だ。バトルにカードがなければ、このカードは使えない。何が出てくるか、おっとおっとお借りしてます。最後の1枚はこれ。これだけ自前だね。これは結構あれですね、ガチな敵ですね。ガチチームですね。パワーチャージ決めよ。チャージ完了。バトル準備完了だよ。バトルに使うカードをスキャンしろ。まあ、相方は決まっているので。カードがなければ。カレアになったみたい。カードがなければ。そうですね、ガチでやんないと負けるんで。追い風を忘れてて、パワーを止めてね。 V ガチパワーチャージ中だよ。チャージ完了。これ V ガチが結構難しいので、これをこううまく使うのがちょっと虫バトラーとしては腕の見せ所なんで、頑張っていきたいですね。それではコロシアムへ行こう。よし、アクションして始まりました。よろしくお願いします。エンドバトル、前回負けてますからね、僕ね。ワンピーオクシュア登場です。来ましたね。公園のアマテラス、ヘルクレスオキシデンタリセ。はい、このヘルクオキシデン、まあ、今回の目玉のね、そういうのはあるんですけども、カブトの V ガチセット。はい、これをどう使っていくか。大ゴマダラ、それをね、大ゴマダラで専用カバーしているんですね。目玉カレハカマキリ、これは強そうだ。バランスが非常に良くなります。本当だ、悲しいぐらい。一冊はどうか、テクニックだ。我が隊の V ガチャ戦闘を、オールレコシアンマン、ブルーマルコ、モノハヌチ、これは強そうだ。まあ、こういう感じ。最初の20マル、テクニックがパワーアップだ。ラウンド1、はい。体力は同じぐらい、テクニックは僕の方が高いですけど、攻撃がね、かなり違うんで。さあ、まずはよし、よし、ヘルクレスオキシデンタリスの攻撃、ゲージパーフェクト。これはまずいですね。これちょっと気合い入れないといけないな。これは激しい攻撃だ。まずいです、虫ダメ、水撃発生。目玉カレハも強いんですよね。ビジッとビジッとね。これはまずいですね。よし、あ、すごい読まれてる。まずいこれ。いけるか。まずいですね。ヘルクレスオキシデンタリスの攻撃、スルピークライト。ギリギリかな。ゲージが良くないですね。ていうかこれ攻撃力高いからやらないんじゃないかな。これはどうだ。相手に必殺の攻撃が増え、鋼鉄の V ブースターが効いてる。手を手に入れた。これはまずいですね。これはすごい。チャージ、ノックアウトだ。ラウンド2、はい、ウイガゼ発動。ウイガゼ使う、ウイガゼ使う、ウイガゼ発動。やばい、ウイガゼ対さあ、お互いどのウイガゼが発動してるかわからないので、ここはね、頑張っていきたいんですけど。アイコンになった時ダメージが痛いなぁ。やみやみ、よしよしよし、よしよし、さあどれぐらい来るか、いくよ、何が来るか、何が来るかなんですよね。ビクトリーアタック、はい、プロミネンスの、あ、プロミネンス、
これは普通に攻撃なので、はい、太陽の V ガジの、うわ出た、やばいやつ、皆さんが懐かしいかもしれないね。ビクトリーアタックが直撃した、やばいやばい、これやりにくい、ゆうぼさんよろしくお願いします、よろしくお願いします、その応用やばいね、これはね、いやいや、一発でしたよ、決着がついた、よかった、ファイナルラウンド、はい、ここまで来たら勝ちたいですね勝ちたいですね、おお、おお、おお、どちらだ、いやー、一歩はちょっと僕つらいんですよね、攻撃力が低いんで、よし、狙い目に細かく当たる、プレッシャーに負けている、カエド、ヘルプ、よし、あまり効いていないか、攻撃力がね、追撃発生、ただまあ、テクニック高いんで、ブリボシヤンマンダメージはね、高いと思います、僕のチームはお助けに、本当に助けてもらうチームなので、よっしゃ、よっしゃ、やばい、よっしゃ、3ペアといた、うっけー、うっ、通信中です。ありがとうございます。やったー。ワンピーの君は、はい、というわけで、お一人とね、カード化をしていただきましょう。足の網で捕まえよう。え？うわ、終わった。始め。レバーで網を動かそう。ボタンを押すと網を動かそう。お助け。よし。難しいんですよ、この虫。好きなタイミングでボタンを押してね。いいね。いいですね。はい、ナイスショットです。カード作戦中だよ。やりますか。私はマスタープレッキング。強さを見せてくれ。はじめ、ボタン連打だ。もっと、もっと連打だ。おお、決めた。自己サンプルを上げよう、ね、107すごいね、ではまた会おう、さらばだ、カードができたよ、取り出し口からカードを取ってね、ういオールリボシヤンマー、よかったね、おめでとうございます、続けてカードを変えるよ、はい、ということで通り研究員とのバトル、久々のバトル、エイシン君の勝利でございました。イエーイ、びっくりだった。
たね。いやー、2ラウンド目で僕 V ガチで勝った時にいけると思ったんですけど、なんかすごいいいバトルでした、ね、いやー、やられましたね。最後にね、2回連続の必殺技を出すのね、読めなかったんですよね。最強の、いや、やられました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンからかグッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録はエイジン君のとこからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。負けた